スタームルガー LCR は2009年にアメリカのスタームルガー社が開発した回転式拳銃である。なお、LCR とはライトウェイトコンパクトリボルバーの頭文字を取ったものである。2009年に発表され2010年から生産されている小型のリボルバーである。作動方式はスミスウェッソン社の S&WM40 センティニアルのようにハンマーが フレーム内に収められたダブルアクションオンリーとなっており、トリガーは独自の摩擦軽減カ無機構によってフィーリングを向上。使用弾薬においては蒸気の通り様々な弾薬を使用できるモデルがあり、最も基本的な38スペシャル弾を使用するモデルは競争弾にも対応しており、現在では38口径より小口径ながら、 357マグナム弾に匹敵するほどの威力を持つ。327フェデラルマグナム弾を使用するモデルも登場している。各部はスタンダードの場合、肉抜きされたフルーテッドシリンダーはステンレスコー。フレームにマットブラックフィニッシュのアルミニウム合金とポリマーを多用して大幅に軽量化している。また、グリップはホ具グ車製の短めなラバーグリップ。サイトは フロントサイトが抜き、内に向いたランプタイプ、リアサイトが引っかかる部分が少なく同じく抜き、内に向くスリットタイプである。右側面にレーザーポインターを装備したクリムゾントレースモデルもある。ありがとうございます。